根岸線。1872年、日本に初めて鉄道が敷設されたと同時にその歴史が始まった路線です。根岸線の名前は桜木町から磯子間が開通した1964年に東海道本線から分離されて誕生しました。ところでこの路線を皆さんは何と呼んでいますか？根岸線？それとも京浜東北線？この動画では複雑怪奇な根岸線の旅客案内状の名称に迫ります。名称について、本題に入る前に根岸線とその関係線区の名称について復習しておきます。根岸線は横浜から大船、京浜東北線は大宮から横浜、横浜線は東神奈川から八王子です。このうち京浜東北線は運行系統の通称であり、大宮から東京は東北本線、東京から横浜は東海道本線が正式な名称です。駅での案内。ここでは駅の乗り場案内表、番線方向表、発車表、放送での扱いを見てみます。まずは新子安駅、横浜線と合流する東神奈川の一つ手前です。この駅の乗り場案内表、発車表は京浜東北線のみで根岸線の文字はありません。接近放送も聞いてみます。まもなく一番線に各駅停車大船行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。お聞きの通り、駅の放送では路線名に関する案内はありません。駅の放送で路線名の案内がないことは調査したすべての駅で同じでした。次に東神奈川駅。次の駅から根岸線となるこの駅で初めて根岸線の文字が出てきました。しかし発車表については根岸線の表記があるのは2番線のみ。根岸線は1番線から発車する列車の方が多いのですが、これは。続いて横浜駅。京浜東北線はこの駅までで、この先は根岸線になります。根岸線の発車する3番線は根岸線と、京浜東北線の発車する4番線は京浜東北線と横浜線の表記で、区間外である横浜線が併記されている点を除き、きっちり書き分けられていました。さらにお隣の桜木町駅。この駅は根岸線の単独駅のはずですが、3、4番線に根岸線の文字はなく、京浜東北線、横浜線となっていました。横浜桜木町間の大船方面は根岸線で、大宮方面は京浜東北線なのでしょうか。次に関内駅。この駅は大船方面は乗り場案内表、番線方向表、発車表の路線方向案内のすべてで京浜東北線の文字がなくなりました。大宮方面の乗り場案内表と番線方向表は根岸線、京浜東北線となっています。京浜東北線側の新子安駅には根岸線方面のホームに根岸線の文字はなかったはずですが、駅によっては根岸線区間でも京浜東北線を併記しているようです。ところで根岸線の駅全般で横浜線の文字が残り続けているのも気になります。駅の案内では根岸線と横浜線は別物として扱っているようです。そして発車表の列車案内を見ると、なんと京浜東北線、横浜線と書かれています。誤乗防止のためだとは思いますが、このホームでは根岸線のホームでありながら、まるで根岸線の列車は全く発車しないかのような表現。根岸線かわいそうです。最後に横浜線区間の駅も見ておきましょう。訪れたのは大口駅、東神奈川の一つ隣の駅です。この駅はそもそもサイン類が古く、路線名の案内がほとんどありませんでした。唯一見つけたのはエレベーターの近くにあるこの案内。この駅も残念ながら根岸線の文字はありません。車両での案内。 E233 系千番台。次に車両での案内です。行き先表示、車内案内表示器、車内放送での路線名の案内を見ていきます。まずは京浜東北線用の千番台から。川崎駅から大船方面の列車に乗車し、案内を見ていきます。行き先表示の路線名は行き先の表示部分に京浜東北線と書かれています。
根岸線に直通する旨の表示はありません。次に車内案内表示器と車内放送。この電車は京浜東北線各駅停車磯野行きです。次は鶴見です。車内放送も同様に根岸線への言及はありませんでした。また車内案内表示器では路線名自体の案内がありません。これは工事する横浜線用の6000番台を含め全区間共通でした。案内に変化があったのは横浜駅。行き先表示の路線名は京浜東北根岸線に変わっていました。次に車内放送。この電車は京浜東北線各駅停車大船行きです。次は桜木町。お出口は右側です。こちらも京浜東北根岸線に変わっています。京浜東北線の区間は終了しましたが、京浜東北線の案内は継続するようです。大宮方面の列車も見ていきます。磯子始発の列車に乗車しました。行き先表示は京浜東北根岸線になっています。車内案内表示器と車内放送も見ておきます。 JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は京浜東北根岸快速大宮行きです。停車駅は浜松町までの各駅と東京、神田、秋葉原、御徒町、上野、田端です。田端から先は各駅に停車いたします。次は根岸です。こちらも京浜東北根岸線になっています。しっくりきますね。この表示は桜木町まで続きます。桜木町の駅ではすでに根岸線の表記はなくなっていましたので、車両の方が根岸線に優しいですね。横浜に到着すると行き先表示から根岸線の表示はなくなり、京浜東北線の単体表示となりました。車内放送はどうでしょう。この電車は京浜東北線快速南浦和行きです。停車駅は田端から先は各駅に停車します。次は東神奈川。お出口は右側です。こちらも根岸線の案内はなくなりました。根岸線の区間外では頑なに根岸線の案内をせず、根岸線区間でも頑なに京浜東北線を併記していました。 E233 系6000番台。最後に横浜線の車両を見ていきましょう。この車両が最もややこしいです。まずは新横浜駅から快速桜木町行きに乗車します。行き先表示は種別表示部に横浜線と表示し、行き先部分に根岸線直通と表示しています。横浜線を種別表示部に表示しているのは、誤乗防止のために路線名を併記した仙台の横浜線車両205系でのレイアウトを踏襲したものと思われます。車内案内表示器と車内放送も確認します。この電車は横浜線快速桜木町行きです。停車駅は菊名、東神奈川、横浜、桜木町です。次は菊名。お出口は右側です。この電車、京浜東北線と根岸線に直通するのですが、行き先表示では京浜東北線に、車内放送に至っては両方に直通する旨の案内がありません。表示に変化があったのは東神奈川駅。この駅で横浜線の路線表記がなくなるとともに、この先通過駅がないので種別も各駅停車に変更されました。車内も観察しておきます。次は横浜。お出口は右側です。なんと車内の旅客案内表示は種別が変更されず快速のままです。これは一体。続いて横浜駅。東神奈川駅まで行き先表示部に出していた根岸線直通の案内は根岸線の表示に変わっています。6000番台の行き先表示では横浜線の表示にこだわらないみたいです。車内案内表示と車内放送も見てみましょう。この電車は横浜線各駅停車桜木町行きです。次は終点桜木町。お出口は左側です。車内放送上の種別は各駅停車に変更されましたが、車内案内表示上の種別は相変わらず快速のままでした。
そして路線案内は横浜線のまま。車内では根岸線であることの案内は全くされないまま終点まで来てしまいました。そもそも次が終点の列車で路線名と種別を案内する必要があるのか、いささか疑問であります。折り返し列車も確認しておきます。桜木町駅停車中の行き先表示はすでに横浜線の文字があります。誤乗防止の観点だと横浜線に直通する列車であることを示す必要はあるかと思いますが、根岸線であることの案内はないですね。車内案内表示と車内放送はどうでしょうか。 JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は横浜線直通、終点は桜木町駅です。乗車券は八王子行きです。次は横浜、お出口は右側です。根岸線であることは案内しませんでしたが、横浜線直通、つまりここは横浜線ではないという趣旨の案内になっています。横浜駅出発時の放送も聞いておきましょう。この電車は横浜線直通、八王子行きです。停車駅は東神奈川、菊名、新横浜、鴨居、中山、長田、町田、相模原からの各駅です。次は東神奈川、お出口は左側です。桜木町に引き続きこの駅でも種別行き先案内をしました。路線は引き続き横浜線直通と案内するのみで、京浜東北線であることは案内しません。続いて東神奈川駅に行きました。行き先表示、車内案内表示器の内容に変化はありませんが、車内放送が変わりました。聞いてみましょう。この電車は横浜線、快速、八王子行きです。停車駅は菊名、新横浜、鴨居、中山、長津田、町田、相模原からの各駅です。次は菊名です。横浜線直通から横浜線に変わりました。結局根岸線を走る列車であることは一切案内しないまま八王子方面に去っていきました。ところでこの列車、桜木町、横浜、東神奈川の3駅連続で路線、種別、行き先の案内をしています。桜木町から乗った人にとっては少々しつこいと感じるかもしれませんね。ということで根岸線に関係する案内を一通りご紹介しました。とはならないのがこの路線、E233 系6000番台には奇妙な仕様があります。快速磯子行き、または大船行きの場合、桜木町行きの時とは少し異なる案内をするのです。中の人は再び新横浜に参りました。快速磯子行き、または大船行きに乗車します。行き先表示は桜木町行きと変わりません。車内放送はいかがでしょうか。この電車は横浜線、根岸線直通、快速、磯子行きです。停車駅は菊名、東神奈川、横浜と横浜からの各駅です。根岸線直通と案内していました。桜木町行きの車内放送と比較してみましょう。この電車は横浜線、快速、桜木町行きです。なぜこうなった。続けて横浜駅発車時の車内案内表示器と車内放送を確認します。この電車は根岸線、各駅停車、大船行きです。次は桜木町、お出口は右側です。路線名は根岸線に、種別は各駅停車にそれぞれ変更されました。終点まで堅くなに横浜線快速と案内していた桜木町行きとは様子が異なります。磯子始発の横浜線直通列車も確認してみましょう。行き先表示は磯子始発時点で横浜線と表示され、根岸線の列車である旨の表示はありません。車内放送はどうでしょうか。この電車は根岸線、横浜線直通、各駅停車、橋本行きです。次は根岸です。始発駅から横浜線と案内されていた桜木町始発の列車とは異なり、根岸線、横浜線直通と放送されていました。横浜駅出発時も列車の案内がありました。
聞いてみましょう。この電車は横浜線直通、発電機電車、八郎小行きです。次は東神奈川、東神奈川、お出口は右側です。桜木町始発と同様に、京浜東北線であることの案内はありませんでした。ということで、これで根岸線に関係する案内をすべて紹介しました。とはならないのがこの路線。紹介します。京浜東北線と案内するのを極端に嫌がる6線番台ですが、一箇所だけ京浜東北線の文言を見つけました。車内案内表示器に表示される路線図の判例にご注目ください。これまで散々ひいきにしてきた根岸線の文字はなく、点滴である京浜東北線が単体で記載されていました。横浜、大船間は一体何線なのでしょうか。ちなみに横浜駅に到着する際の乗り換え案内で、他線の列車がこれらの路線をどのように案内しているのかも確認してみました。次は横浜、お出口は右側です。京浜東北線、東海道線、上野東京ライン、湘南新宿ライン、根岸線、横浜線、京急線、東急東横線、東鉄線、みなとみらい線と横浜市駅下口、ブルーラインはお乗り換えです。京浜東北線と根岸線はそれぞれ案内されていました。しかし、なぜ案内の順番がこんなに離れているのでしょうか。この調査の最中、根岸線内で沿線火災があったために遅延が発生しました。他線での障害が原因の運行情報を配信する場合は、根岸線内での沿線火災の影響でなどと発生した路線のみを案内するところ、本郷台から港南台駅間と具体的な発生現場への言及があったことから、この区間を京浜東北線と扱っており、運行情報として根岸線の名称が使われることはないものと思われます。一方、京浜東北線区間にもかかわらず、根岸線の名称が併記されている部分もありました。軽く触れておきます。まずは横浜駅4番線の乗車位置目標に根岸線の文字がありました。横浜は根岸線との境界駅ですが、4番線には根岸線の列車は来ません。もう一箇所、東神奈川駅4番線の時刻表に括弧書きで根岸線と記載がありました。4番線から根岸線に直通する列車の発着はありません。駅では比較的積極的に根岸線の名称を用いるようです。埼京線の開通以降、旅客案内上の名称としては完全に封印された赤羽線などと異なり、根岸線の旅客案内上の位置づけは曖昧です。正式な路線名は根岸線としながらも、分かりやすさ、誤乗防止の観点から適宜京浜東北線や横浜線と案内する必要はあれど、誤乗の恐れがない部分にまでその名称が侵略してしまっている点が面白いです。皆さんは根岸線のことを何と呼んでいますか？コメントで教えてください。